はい、ね、まあ、昨日、おとといか、富山に行ってね、久しぶりに、まあ、毎年呼ばれるんだけどさ、講演させてもらったんだけど、やっぱね、なんていうかな、富山に行ってさ、まあ、その、ね、講演の後にさ、ちょっとね、毎回ね、おいしいもの食べさせてくれるんですよ。で、僕が行くとね、なんとなく、いつもより倍以上来るらしいんだよね。で、まあ、また今回もね、喜んでくれてさ、で、おいしいもの食べさせてもらって、その時にね、思ったんだけど、そのね、毎回いろんなところへね、行くんだけどさ、素材がさ、やっぱりさ、おいしいんだよな。で、だけど、その素材がおいしいからってさ、その怠ける人とさ、怠けないところあるわな。で、行ってて、まあ、その話をしてる時にさ、ふと思いついたんだけど、この人、ね、日本料理ちゃんと学んだ人ですよねって分かるわけ。その、包丁使いとか、そのなんとかな、いろんな細かいね、その、技があるんだけどさ、それ見た段階で、あ、ここはちゃんとした店だよねって分かるわけじゃん。とかさ、居酒屋ってさ、ずっとその居酒屋からスタートしてる人たちって、料理の基本が分かんないから、なんか間違えたことするんだよね。で、だから、だんだんさ、そういうとこってね、昔はなんとなくさ、こう商売がね、うまくいったかもしれないけど、やっぱそういうとこはさ、やっぱりダメなんですよ。つまり本物じゃないとこね、っていうのはこれからね、生き残れないんじゃないかなと思っていて、で、たまたま、ね、小林さんがね、亡くなったんで、ちょっと帰りがけにね、まあ電車で行ってたからさ、途中下車して、ね、家帰ってもね、飯作るのあれだからさ、とか言って途中下車食いに行ったんですよ。まあ、場所は言わないけどさ、そこの店の看板すごいんだから、ね、旬の、酒、旬の魚、ね、それで日本の名酒なんつって、で、素材にこだわった、ね、料理とか言って、居酒屋なんだけどさ、個室があってね、昔ちょっと行った時には、そこのおしゃれだったの。で、メニュー見たらさ、ほとんど何、販売中止？え？メニューで、おすすめって書いてあるんだよ。で、おすすめ料理がさ、何だと思う？たこ焼き。たこ焼きと焼き枝豆で、ちょっと間違えちゃったなと思ったんだけど、なんか一応無理したからね、いろんなものを頼んだんだけど、やっぱりさ、そこはね、やっぱもともとほら居酒屋の店なんだよな。で、結局多分さ、いろいろとこう問題があってね、で、多分外したんだけど、一時ね、なんていうか、食べ放題飲み放題のさ、メニューやってね、で、確かに人来たんですよ。とかね、その食べ放題の飲み放題のね、食べ放題がなくなって、で、飲み放題ついてるんだけど、まあ、昨日行った時にはさ、ね、我々夫婦ともう一グループだけで、もガラガラで、人いないので、これね、どういう現象が起きてるかっていうと、まあ、二極化ってあるよね。で、今さ、三崎なんかでも多分ね、客数が減ってるんですよ。で、ゴールデンウィーク超えたあたりから、要するに、飲食店のね、お客さんって減ってきてるんですよ。でもね、入ってるとこはいっぱい入ってるわけ。で、入ってないとこはもう全く入らない。だから、値段下げても入らないんですよ。なんでかっていうと、ターゲット層がね、要するに、そう、なんとかな、お金出せない人たちのターゲット層は、全部引いちゃった感じ。で、これ何に起因するかっていうと、やっぱね、僕は年金のさ、問題あったよね。で、金融庁がだよ。あれ、金融庁関係ない話だから、本当はね。でも、金融庁が、あ、年金はね、もう足りないから、2000万ずつね、2000万ないと足りませんよなんてことを発表しちゃったわけじゃん。ってことはさ、ね、その2000万を基準にするとね、この間ね、保険会社が調べた中では、ね、預貯金100万以下、まあ、60歳な、の人たち の預貯金の金額を調べたところ、25% が100万以下なんですよ。でも持ってる人は1億以上持ってるわけだろ。で、平均はね、2000何百万なんですよ。そうすると、確かに平均では2000何百万なんだよな。でも持ってる人は1億円以上持ってる人たちがいたりして、まあ、それ 3% ですよ。でも、お調べてみると2000万超えてるんだけど、だけど残念だけど、その300万、ね、要するに、300万とか、100万以下の人が、ね、25% いるわけだから、ね、4人に1人はそれぐらいの人でしょ。そうね、これね、あ、やばいぞって思い出してるんですよ。だから、お金使うのも少し控えちゃってる感じだろ。で、今回これでまた消費税が上がるわな。と、ね、消費税が、ね、上がることによって、で、可処分所得が下がるね。っていうのは、なんでかというと、ね、同じお金の分量でも買えるものが減るから。ね、そうすると、消費っていうのがまたさらに減る、少なくなるんですよ。
でそうすると消費が減って、ね、でお金を使わない、ね、ことになると、あ今後ね、僕は日本 その国内のね、その消費量ってものがぐんと下がると思うんですよ。でね、ただ問題はうちのお客さんってさ、ね、要するに、まあ年収がねそこそこ、前はさ、まあ、5、600万の人たちが中心だったけど、今はもうね2000万3000万の人いっぱい来てるわけじゃん。だと企業経営者の人も来てますよ。あとお医者さんも増えてきてる。あとなんだ、ね、弁護士の人とか、ね、あの侍業の人たちも、ね、お客さんとして増えてきてるよね。でこの人たちっていうのは要は、ね、さっき言ったそのなんとかね、所得レベルとか預貯金率は高い人たちですよ。でこの高い人たちが要するにさらにまた高く資産を増やすっていうのが、まあ、うちの会社の ね、お客さんだよな。でもね、もともと考えてみたらここにね、まあ、年収400万くらいの人がいて、で自己資金がさ、まあ、200万くらいあるとするよな。そしたらさ、ワンルームの人でも買えばいいわけじゃん。でもね、この文化ってものがまだ浸透してない。で今今度ね、この年金問題に基づいて僕はね、ここの人たちも相当の数が僕はうちのお客さんとして増えると思うんだよね。でこの間もね、ある金融機関のさキャンペーンということで金利下げますよ言ってるわけじゃん。でこの金利下げる人たちのターゲットはワンルームマンションなんですよ。だからこのワンルームマンションのね、要するに潜在的な顧客層ってのがいっぱいいるわけだろう。でここを掘り下げると、うちはね相当な数の優良物件を、ね、管理することになる。だからそういう面でいくと、ここねちょっと頭の切り替えする、ね、要するに世の中は要するに、ね、景気がこれから後退するわけだろう。でも二極化が進むちょうどで、僕たちはどちらかというとこの上の層の人を相手にしてるわけだから、さらにここの人たちを増やせばいいわけだよ。でそうするとこの、ね、二極化する中で、僕たちの商売ということは、ね、住宅販売と違うんだから、ね、要するにある意味では、まあ、住宅販売も当然必要だよ。でも、ね、大事な顧客層っていうものは僕たちは確保できてるわけだから、ね、この間ある、ね、自動車会社の人と、ね、話したんだけど、もう、ね、大変だそうですよ。売れない、ね、で車が売れなくて、でそこは、ね、キャンペーンしてさ、ね、その安い車あるじゃん、100万ちょっとの、ね、やつをさ売るらしいんですよ、ね、そうするともうこの人買ったら1週間に1回くらい、ま、なんか文句言いにくくなって、でもうめんどくさいんだって。でね、その車を売ったことによってどれくらい利益出るかって、10万円も今いかないですよって言ってるわけよ、安い車売ってる人、ね、でもそこの車会社の中で売ってるね高級車があるわけで、この高級車は何も文句言わないで、ね、利益率も60万くらい取れる。でさらに、要するに車検の時に来てね、それで、見積もり出すと微対一も、ね、負けろと言わないで車検通してくれるそうですよ。だけどこの安い方はさ、いや高すぎる、うわで結局個人のなんか安いね車検工場に行ってでやって故障が来るとまたこっち文句言ってくる、まあ、そんなようなことがあって、やっぱりねこの二極化が進む中で僕たちの選択肢はね相当考えていかなきゃいけないってことで、あともう一つね、まあ、今これからね事件がどんどん増えますよ、まあ、昨日のねなんかピストル盗んだやつもいるよね、33ですよ、ね、でねなんでそういうこと起きるのかって考えると分かりやすいんですよ、ね、昔は要するに、ね、みんなさ夢持っていろんな仕事ができたね。でさあね、例えばさ僕なんかもそうだけど、まあそのね、お客さんでさ金持ってる人いて、俺もそういう風になりたいなとか、ね、要するに仕事しながら、ね、上司がかっこいいな思うから、ね、要するにそいつなんとか追いついていこうぜとか、そいつ抜いてやろうぜってなるわけじゃん。そういうね競争社会ってものが僕たちのところにあったわけ。ところが今おしなべって競争なくなっちゃったろ。で結局ね競争はねいけないことになっちゃったわけじゃん。で今度ねあれ働き方改革でもう働いちゃいけない仕組みになっちゃってて、働くやつの美学がなくなっちゃったんですよ。だからみんな働かなくて所得が下がって残業もなくて、でお金に困るから何していいのってことになるじゃん。でもう一つそこの親ですよ。親の世代の人が、まあ、この間ね子供を殺しちゃったけど、で親の世代の人たちがやっぱり子供のコントロールができなくなっちゃったわけ。それは何かって言ったら権威がないからねっていうことじゃん。競争がない、で働かなくてもお金くれる、でそれで家に住んでればなんかね、なんとか生活できる。そんなガキばっかりが増えちゃったらさ、世の中うまくいくわけないだろうってことね。でそこが僕はねこれから先ちょっと厳しい時代になると思うよ。
昔僕なんかね、子供の頃は暴走族バーッしょら暴走族の連中、ね、いや社会に不満持ってる人でしょ、ね、頭はバカじゃないんだけど学校で評価されない、でバカだからね、バカだからっていうかバカじゃないんだけどバカなんだよな、考え方が。で暴走族バーッやってさ、やってる人たちいるよね。でもさ、ね、それはそれなりにさ、その社会に反発するけど、社会に出た時にはまたそれを反発してね、仕事頑張るとかいろんなことやるわけじゃん。でも今の社会そういうのないもん。だから僕はね、少しちょっとね、この教育改革から始まってるわけや。で教育改革始まって競争しちゃいけない、ね、運動会でも1、2、3につけちゃいけないで、それでダラ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 ね、それがね公平と思ってるわけ。これね皆さん間違えたのよ。公平の原則っていうのはやった人が報われることだから、ね、でできない人は報われないんですよ。これが公平だから。それをね世の中の社会がおかしくしちゃったってことがあるんじゃないかなと思うな。まあ、僕はずっと昨日ね行ったその居酒屋でさ、あこれダメなんじゃねえかなと思ってたら、で警報器バーなるのよ。えどうしたの、火事かなと思ってバー開けたら煙バー入ってるわけよ。でどうしたのって言ったらね、いやいやすいません換気扇が調子悪くて、直せよそれみたいなさ。だからだんだんそういう社会がね、これからねもうお金に金かけられない人たちもどんどんこれからね出てくると、店もどんどん潰れるわね。そこ潰れた人たちの今度就労先ってものはまた難しいことになるよね。なんて言ったら地方圏仕事ないもんね。だと、ね、最低、賃金制度もなるから最低賃金払わないと捕まっちゃうんだから。だけど昔さ、ね、そんな安い居酒屋でさ最低賃金だと払えるわけないじゃんってことね。でもそれでもやってたんで頑張って、だけどもうこれの時点で全部糸が切れちゃった感じだから、まあこれね、ちょっと糸切れるよ、うん、だからそこはねちょっといろいろ考えながら僕たち行動したいよね、ねっていうことだと思うんで、まあ、ぜひねもうこれから地方格差どんどん広がるから、まあ、そこはね、僕は大チャンスと思うんで、まあ、そういうところをよく見ながらやってもらいたいと思うな。お願いします。以上。